今日もいい天気だね。ところでみんなは覚えているかな。一見普通の黒猫でも実はその身は鉄よりも硬いボディに包まれ、ありとあらゆる武器を使いこなし二本足で走るあいつのこと。おやおや、これはいかにも怪しげな UFO だけど、愚かな。機械と人間が仲良く暮らしているとは。この者たちに教えてやろう。我々機械が人間よりずっと優れているのだと。行け、我らが最強ロボット軍団。おお。逆襲のニャンニャンアーミー。ゴー君を人質に僕たちに挑戦してきたよ。なに、あいつらめ、なんて卑怯な真似しやがる。そうなんだ、ゴー君をさらうなんて許せない。よし、み、再びフル装備で行くぞ。フル装備でな。キッド、お前本当は久々の登場で暴れたいだけじゃないのか。よくぞここまでたどり着いた。ニャンニャンアーミーでは役不足だった。誰だ。俺は宇宙一の殺し、ガンファイタースナイパーエース。今回のターゲットはお前らだ。鬼ごっこバトル再び。で、これからどうする。手がかりをぶっ飛ばしちまったか。ゴーくん、なんだあれは。どうも皆さん、お久しぶりです。皆さんにお伝えしたいことがあります。私たちスペースキングビッグボス様は太っ腹ですよ。私たちの計画が成功したら円盤をくれるっていうんですから。計画って、続けて帰ってきた鬼ごっこバトルゲームくん。私とジュリエットの頭のスイッチを同時に押さないと特殊爆弾がこの辺り一帯を吹き飛ばしますよ。なんだって。では始めますよ。おい、勝手に決めるなよ。スタート。やれやれ、手こずらせやがって。覚悟はできてんだろう。ああ、待ってください。私たちはただ久しぶりに皆さんに遊んでもらいたかっただけで。まあまあ、爆弾も止まったんだし、ゴー君を探そうよ。あれ、博士をお探しですか。何か知ってるの。おーまんまと罠にはまったわね。あの人です。あの人と円盤をもらう約束をしたんです。私の名はジェットファイタースカイキル。ビッグボディ様の部下でも最も美しく最も強いのがあったし、てっきりあの人がビッグボス様かと思ったわ。あんたたちを騙してそこの3匹をおびき寄せたのよ。ギッタンギッタンにするためにね。さて、変なのは追っ払ったし、さっきの続きを聞こうじゃないか。はい、私たちがビッグボ
ス様に招待された場所に行った時、ここに博士がいたんです。なるほど。王をさらった真犯人はそのビッグボスってやつか。よし、僕たちをそこまで案内してくれ。ダメ、私もう立てない。道順をお教えしますから、それで勘弁してください。手間取らせやがって。鬼ごっこはもう終わりだぜ。俺様の名はスピードファイタークラッシャーニト、宇宙最速の。俺の高速攻撃についてこれるかな。パニックタウン。こいつはひでえな。これもビッグボスの仕業なのか。おい、あれを見ろ。僕の名はフレイムファイターメガトンボムだもん。お前たち、おとなしく僕と一緒にビッグボス様のところに来るんだもん。花をどうする気だ。まあいいや、気に入ったから僕のおもちゃにするんだもん。ぶっつぶす。ナナ、おい、しっかりしろ、ナナ。クロちゃん、心配してくれてんだ。嬉しい。バカ、こんな時に何言ってんだ。どうやら大した怪我じゃないみたいだ。これなら小太郎くんにすぐに直してもらえるさ。くそー、人質まで取るなんて許さねえ。ハイテクビルを突破せよ。それじゃあ、ナナを頼んだぜ。任せて、クロノスケたちもしっかりやるのよ。ここがビッグボスの前線基地だ。ゴーくん、今助けに行くからね。新素材の研究だよ。小太郎、お前もここにいたのか。わし一人では大変だったんで手伝ってもらってたんだ。その様子だと外の出来事は知らないようだな。外？あのね、実は。そう、そんなことになってたなんて。じゃあ僕たち騙されてたんだ。そういえば最上階にある司令室を壊せば町のロボットは止まるかもしれない。ゴー君、ゴー君は逃げて。あとはオイラたちに任せておけ。イエーイ、ウェルカムトゥザ最上階へようこそ。なんじゃこいつ。オーケー、センキューセンキュー。俺様の名はエレクトリックファイラーデンジャーボルト。お前らにロックンロールスピリットを叩き込んでやる、ベイビー。
ここまでたどり着いたか。お前がビッグボスか。今までのことは全てお前の仕業か。いかにも、私がスペースキング、ビッグボスだ。そして今までのことも全て私が仕組んだこと。何のためだ。これからスクラップになるお前らに説明する必要はない。なぜこれほどまでの力を持ちながら人間と馴れ合って暮らしているんだ。これだけの力があれば、機械が人間を支配する世界を作れるものを。一体何のために。私が作られた星では、長い年月機械は人間に支配されてきた。やがて我々の中にも感情を持つ者が現れた。感情を持った我々は、道具としてしか見ない人間のひどい仕打ちに耐えられなくなり、私は仲間と共に宇宙へ旅立った。人間への憎悪を抱きながら、そして地球にたどり着き、そこでお前たちに会った。なぜだ。なぜお前たちは人間と仲良く一緒にいられるんだ。人間は確かに勝手だ。しかし、心のある者は誰だって少しは勝手なこともするだろう。お前のその結論だってそうだろう。人間にだって僕たちを必要としてくれる人だっているさ。そして僕たちも人間を必要とすることだってある。人間だろうと機械だろうと、そんなことは関係ねえ。おいらは仲間を傷つける奴は誰であろうと許さねえ。人間も機械も関係ないか。それがお前たちの強さの秘密かもしれない。私もこの星に生まれたかった。ま、別においらは細かいこと考えちゃいないだけだけどな。今までのことはすまなかった。わかりゃいいんだよ。これからどうするんだ。とりあえず我々はこの星を去ることにする。待てよ、おいらにいい考えがあるぜ。どうせお前のことだから、ろくな考えじゃなかろう。何言ってんだよ、バッチリなアイデアなんだぜ。